はい、皆さんこんにちは。今日はですね、新宿のビッグカメラで9ボットです、というなんか面白いこういう電動な、これなんていうんですか。これはですね、スマートモビリティというカテゴリーになるんですけれども、まあ、いわゆるどなたでも、移動ができるようにという形の、まあ、ロボットというカテゴリーになるんですね。で今試乗会してて私も乗ったんですけど、まあ、結構そうですね、最初は不安なんですけど、つま先に体重かけたり後ろにかかとに体重かけたりで、こうこのね、これがこれハンドルなんですけど、膝で挟んでこう左右にすると、ハンドルのようにコントロールできるという商品です。で、これ、まあ、今このタイプとこのまあ、ハンドルがついたタイプ、あともう一つこういう一輪車のタイプもあるんですね。で、まあ、なかなかこの日本だと認可の問題で、まあ、実際に普通の道で走れるとか歩道で走れるというのはなかなかちょっとまだ問題山積みなんですけど、なんか案内のビデオにスマホでなんかこう飛び出すと、無人でも自分のところに寄ってきたりっていうようなことを出してしました。なんですごいこう未来を感じる装置ですね。まあ、そういった部分で皆さん驚かれて、やっていくような形なんですけども、試しにやってみますか。これがこちらの商品を動かす場合で、こういうアプリをダウンロードしていただいて、やるんですけれども、この真ん中の丸を進めたい方向にやると、指で、タップしていただきながらやりますと動きます。行っちゃった。それでこういう風に、なるほど、ね、左右にやっていただくとその場で旋回もします。あ、すごいですね。で、これでなんかさっきビデオだと自分のところに勝手に来たりしてましたけど、これで結局コントロールして自分のところに呼び込んで、なるほどね、来て、乗車すると必然的にこちらのリモコンは使えなくなりますので、乗車の段階では人が乗ったらこれは切れるという形なんで、自分のところに呼び寄せて、乗車してそのまま今度自分ご自身が移動していくと、なるほどね、いう形もできます。で、これは Bluetooth なんですね。そうですね。いや、これは面白いですね。なので、まあ、これから東京オリンピックそうです、ね、があるので、まあ、その間に何かいろいろ、まあ、ある特別な場所だったり、いろんなところでこう、まあ、まあ、ごく限られた場所で使えるような可能性もあるということで、楽しみですね。すみません、もう一回、9ボットで、もう実際販売してます、まあ、私有地でしかまだ乗れないんですけど、販売しているので、このタイプ、これが、まあ、約定価が15万ぐらい、ね、はい、そうですね、定価、これですね、これが定価15万ぐらい、でこれが定価が53万、なんで、あちらの一輪のタイプが定価20万で、こっち一輪のタイプが、定価20万、なので、広い敷地を持っている方、そうですね、あとは、まあ、公園で乗りたいという形になるんであれば、その公園の事務所さんに行って、ね、許可を取っていただければ乗れるかもしれませんので、必ず許可を取っていただくという形になると思います。ですね、これからどんどん、まあ、こういうものもスマホと連動したりインターネットとつながったりしていろんな使い方出てくると思うので楽しみですね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。かなり乗りこなして最高時速18キロ。そうですね。ただこれご購入されてますと、まあ、安全のため、ビギナーモードという設定がありまして、徐々に練習していかないと最高速度まで出せないような設定になってますので、分かりました。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。